数社から出土したレリーフに描かれたニンフルサグニンフルサグはシュメール神話における大地の女神であり、運命を定める七人の神々に名を連ねる女神である。基本的には土地の繁殖、豊穣を司る女神とされるが、シュメール寺院に伝わる成果によれば、天における神に偉大なる女神とみなされており、歴代のシュメールの王はニンフルサグの 父により養われたとも言われていた。また幾人かのシュメール王にとって守護神となっていた。角のついた頭飾りに段々のスカートをまとい、肩には矢筒を背負った姿で描かれることが多いが、繋がれたライオンの子を伴った姿で描かれることも少なくない。ニンフルサグは山の女神のい。他にもなど多くの名を持つ。他になど様々な名を持っている。 蒸気の主々の名前のうち、ニンマーやニンメンナなど、かつて別々の女神とを指していたが、後の時代になって、ニンフルサグという語を同一視されるようになったものもある。エンキとニンフルサグの愛のことされるニンサル、ニンクルラ、ウッドについては、かつてニンフルサグと同一視されていた可能性がある。ニンフルサグの名は、伝説によれば、彼女のこのニヌルタが山を創造した記念として、 ニンマーから、ニンフルサグと呼ばれるようになったことが由来となっている。また、ニンメンナの名は、バビロニアの宗教によれば、ヘアンナの寺院において、金の王冠を受けたことに由来する。ニンフルサグの原型は、大地の女神の原型であり、アンの配偶神である木であるとする見方がある。ただし、木は、女神とみなされていないとする説もある。シュメールの創造神話に数えるほどしか登場せず、 女神として扱う宗教が存在した証拠がないからで、ある。エンキとニンフルサグという神話によれば、ニンフルサグとエンキとの間には、ニンサルと呼ばれる娘がいた。ニンフルサグが、不在の間に、エンキは、ニンサルとの間に、ニンクルラという娘を設けた。ニンクルラはまた、エンキとの間に、ウッドという娘を設け、さらにそのウッドとも関係を持った。 しかし、塩基は、ニンサルニンクルラに対するのと、同様、しばらくすると、ウッドの元を去ってしまい、困惑したウッドは、戻ってきたニンフルサグに助言を求めた。ニンフルサグは、ウッドに、塩基の精を、体から取り出して、土に埋めるように言った。ウッドがその通りにすると、埋めた土から8種類の植物が芽を出し、みるみると成長した。 エンキはこれらの植物を見るや食べてしまったが、それが元で、自分の体の八つの臓器に病を得てしまった。ニンフルサグは、エンキの体から植物を取り除いて、それらに生命を与え、八つの神、ニンツルラ、ニンストゥ、ニンカシ、ナンシェ、ダジムア、ニンティ、エンシャグとした。これによって、エンキは癒された。クワを作りし者という文書には、エンキによって作られた。クワによって、 頭を表した人間を、ニンフルサグが完成させたとある。また、別の創世記神話においては、母なる女神、南無が、粘土の塊から人間を作り出したとき、ニンマーが助産婦の役割を果たしたと言われている。ニンフルサグのシンボルであるオメガが描かれていたのは、一般的なもので、紀元前2000年代前半、古いもので、紀元前約3000年に遡る。 境界石の上段に描かれていることから、ニンフルサグの位置づけの重要性が示唆される。ニンフルサグの寺院は、エサギナと呼ばれ、エリドゥのクフールにあった。また、騎手にも寺院があった。ありがとうございます。